舞台はリエーニエに移ります。ということで、現在ですね、あのシーフラ川は結構やって、ソレイとかももう倒しちゃってます。でシーフラ川ある程度やってリエーニエに向かってきたところですね。レベルが結構上がってますので、今41で、やっぱりグレソがね重いんで、まだ両手でしか持てないんですけど、時給をね結構上げてます。生命より今時給の方が高いから、で時給は25で一旦打ち止めにして、次生命を25まで上げたら筋力を31にして、でグレソが片手で触れるように、持っていきたいと思います。だとせっかくですね、ダイルーンを手に入れたので、ダイルーンはこれゴドリックここで装備してあるのか、でダイルーン使えば片手で触れるんですけど、さすがにね毎回毎回使ってはいられないんで、そもそもあんま持ってねえし、1個使っちゃおう。ダイルーンの恩恵すげえ、これ全部プラス5だからね。でも筋力は3中か、あと1足りんわ。じゃあまずやることとすればマップを開放しましょう。全然ないんで、まずここを目指せばいいかな。じゃあ行きまーす。と思ったらなんかいたなこいつ。久しぶりです、ご主人様。僕、まあ覚えてはいる。ヌイバリ、使えさせてください。衣装の調整もしかしたらって何？ご自身でできる。ボックにお申し付けください。これ何ができるの？まあいいや、こいつここまで来たんだ。じゃあ気を取り直していきましょう。間違えた。イリス教会、聖杯の雫、よし。なんかいる。ルーンを恵んでくれと。別にね、魔術は使わないからね、トープス。魔術を教えようって。使えないから。大した魔術を教えられない。高くそびえる建物、デアルカリア学院。そこを目指すんだよね。封印が残っている。奇跡鍵、奇跡鍵について探してくれ。まあそれを探すのがリエニエ最初の目的というかメインの目的で、レアルカリア学院に行くっていう感じですね。ではチーズゲット。頭部、意外に近かった。思ってたよりは近かったな。てかなんか崖の上かと思ったら全然崖の上じゃなかったし。ちょっと待って、チーズが開けない。まだ敵がいるか。あいつらを倒さないと地図開けないかな。くらった。違う、大振りすぎて当たんねえんだけど。あ、開けた。で地図ゲットしましたということで、またさらにまずは地図を目指していきますか。なんかすげえ地図のあれだな、地図の場所がわからん。とりあえずこっちの方目指そう。なんかいるんだけど。少し肌寒い。主の使いで旅をしてきた。ならず者に襲われた。首飾りを奪っていった。取り返してきてほしい。同胞と争うことに抵抗がなければ、まあいいだろう。人のものを奪うやつなんてろくなやつではない。ならず者だしね。先の空き家で休んでいる。本当かよ、なんかちょっと怪しい感じもするけどね。まあいいや、行こう。あ、ここに地図があるね。ここを目指そう。ついでにならず者のところも行く感じになるかな。狙われてる。ちょっと待って、地図が先で、ここに祝福があるからここで休めば俺の勝ち。狙ってきてるか。なんだあれ、カニかエビか。
で地図が開いたので、おだいぶ広がったな。でさらに奥もあるからこっちの方も開拓しよう。これなんだ、これこのままこういうルートで行けるのか、なんかこっち登れるかどうかが怪しいよね。まあ、こっちのルートで行くか、とりあえず。お、黄金の種子もゲット。ここ指折りの老婆がいるね、近くに。あれこれなんだ、船があるけど、ティビアの呼び船がいるのか。あったあった、これでリエニエセーブで、リエニエは全部開いたはず。広っ、めちゃくちゃ広いな。でこっちには祝福が見えたんで、ここの祝福を解放してちょっとまた最初から探索していこう。風浪があるではないか、盗人の風浪、行こう。大ルーンを携えて死にたくない。盗人だから早そうだな。火を盗んだアダン全然早そうじゃないな。デブいな。なんだこいつ、フレイルか、何振りが早いな、めっちゃ振ってんだけど。なんだこいつ。でこれで終わりか。なんてか、おお火使ってきた。なんだ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 、これは追尾か、あ爆発、いやなんか全然わかんねえ。こいつさでもさ強靭なくない、ドーンからのドーン。ちょっとスタミナ蓄えて、じゃいけそうだな。先手打てばひるむから、2発目はかわされるけど。あおいおいお前飲むのか、それは聞いてないぞ。ゲーあっ体ざまみろ、何多少の強靭をつけてきた。火を盗んだアダンだから火を使ってくるのか、少し間合いを取って。ジャンプ攻撃当たらない、あと1撃。はい、あ結構燃えてるな。最後は決めるか、終わりだ。やだ、ギャー、待って待って待って、やべ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 、やられる、ちょっと待って待って、ノン、まさかあれほどの火力があるとは。これやべえな、あの爆発。いや一瞬ビビらされたが、今度こそ終わりだ。消えよアダン、危ねえ、焦った。悪神の日、魔法系は使えないからね俺。レベル上げを1。ここは一体、あいつ気づいてないな。ちょっと引き寄せてから戦おう。こいつはなんだ、炎か、ほらよし。こいつなったら全く気づかないぞ。それなりの強靭もある。ちょっと待って、なんか魔法使ってきた。火当たるとダメージは、あちょっと待って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 、結構範囲広い。ジャンプ、あ鎧着てるね、魔法戦士型かな。じゃあこの拠点のアイテムをあさろう。我がうちに炎あれ。これは火の僧兵の祈祷書、祈祷書か。なんか少しあの今上がってるから基本的なものとかは使えそうだね。神秘12、あれ使えないかな。黄金ハルバードいくつ、あ信仰が12か、これいけんな。大ルーン使ってる時だけ黄金ハルバード使おうかな。まあ鍛えてないからまた後で考えよう。白金村、敵かこれ、暗いな、これ気持ち悪い。白金の凝結、ちょっとランタンつけよう。
え、でもさ、こいつはなんかあんまり好戦的ではないな。なんかいる。あれ、こいつネフェリルーじゃん。この村の山頂、こっちどこ見て喋ってんだ。同じ光景を見たことある。弱き者の治癒り、人の世の悪夢、幼子ではない。せめて報いをくれてやろう、蹂躙の主ネフェリル戦士。いや、俺も戦士だ。行こう。あ、いるいるいる。なんかいいのかな、蹂躙しちゃって。俺あんまり好戦的ではないけど、これなんかおじいさんだよね。いや、これはちょ、待って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 、数の暴力引っかかったな。こういう時やっぱグレソでかいからいいんだよな、巻き込める。一気に。ただ体勢の低いやつには当たりづらい。これなんだ、いただいていくよ。何これ、雫の妖精とか。こっち側いけるね。 あそこに祝福がある。これ松明の方が見やすいか、ランタンよりは。でも松明左手使っちゃうんだよね。この村はおしまい。アルバスロー、どうか息を潜めて。でも片手で持ってないからな、グレソだから。ちょっとね、触れるだけ触れて座らない。あいつら復活するとめんどくせえから。これなんだ、みんなのあれか。ちょっと見よう、 G の予感。意味がわからん。隠密が有効だ、右が有効だ。なんかいるね、立ってんね。確かに隠密で裏取れそうだな。めちゃくちゃランタンで明るいんだけど、まあいいや。いただく。まず一撃、半分くらいでも減らせられたか。あとこのままチェイで刻む。ミランダパウダー、ツボがあるんだけど、これ何、ちょっと一応見よう。ローリングが有効だ。おお、びっくりした。あ、そういうこと。擬態してたってことか。何も知らん、何も隠していない。希望を捧げよう。あいつらの仲間じゃないのか、よかった。アルバス、白金人。白金人見ての通りとか言われてもなんかわかんねえんだけど。受殺者、まともなものなど誰もいない。割り符を持って行ってくれんか。あれ、なんか割り符を手に入れたんだけど。やった、ラティナ、それを渡してあげてほしい。約束の地がある。ラティナの使命って、ラティナって誰。わかんねえ。なんか手に入れた、手釜。探検系かな。あっちの方まだ結構あるね。橋を渡っていくのか。何気にやっぱりこういうメッセージめちゃくちゃ役立つからね。あ、なんかある。あ、そうだそうだ、祝福を目指そうって言ってたんだ。あ、で祝福触れて橋を渡るのか。これ崩れない、大丈夫。ちょっと乗ってこう。結構頑丈だな。ビクトムしてこれ、白金人じゃねえ。ちょ、待って、ちょっと降りてたか。魔法を使うやつがいいのか。後ろは取れん。今掘れてない、どこにいるんだ、何をしているんだ。ちょっと待って、低い、打点が低い。しかもさ、暗いからさ、暗いんだよね。ここにもいる、いい。で、あいつ落ちたら死ぬ。決勝剣って言ってもどうせあれでしょ、魔力型でしょ。ちょっと魔力型は使えないからな。
ここにアイテム、白金の凝結。下はね、毒なんだよな。あ、でもこれここで終わり？この先はいけなそうだからね。落ちたら死にそうだし、ってか落ちても先へ進めるとは思えないからな。武器の予感でもいけそうならちょっと俺だけ降りるか。後戻りはできない。今どこにいるのね。あれ、白金村ってもうこれで終わり？なんか先へ行きますか。行けっかな。行ける。あとはここの学院の門前町、ここを少し探索していきますか。これもなんて白金人か。なんか見た目がそんな感じなので一撃で倒せない。一撃で倒したい。なんだ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 、めっちゃ身軽だな。見た目に反して曲がりコンボ、転送門がある。行ってみよう。リエニエ、あれどこだこれ。あれ、こんな近くに来れるんだ。ここに遺跡があるな。廃墟、こっちに来るんだ。なるほどね。こっからこの上に行けますよって。結構上登るの苦労したんだよね。ここはちょっと行けなそうだよね。ここもね、だいぶ上なんだよな。なんかいる。これ後ろに宝箱があるパターンか。止めないといけないんだよね、この動いてるのを。一回巨人ぶん殴って、ちょいっぱいんだけど。待って、めっちゃいる。無駄、ゴリ押す。やばい、魔法使ってきてんな。ちょっとヒットアンドアウェイで行こう。行って、やばい、死にたくないっす。あのダッシュ切りがやっぱりね、その使いやすい。こっからダッシュして行きます。多すぎだろ。こっか、兵士もいる。これ何兵だ。あ、動いちゃってる。巨人はあんまりここら辺気にしないのかな。なんかいろいろ手に入れた魔法、ね、数の暴力がねきついんだよね。ワンちゃんいなかった。ワンちゃんマジでやだ。先に始末したい。やべ、死ぬ。伸ばして、こいつ絶対魔法だろ。だいぶ減ってきたな。一発で倒せればね、だいぶ違うんだけどな。あ、こいつ魔法も使うのか。やるじゃないか。ちょ、もう完全脳筋だからさ、連休とかないからね。一応ねライトクロスボウは持ってるけど、ちょっとゆっくり漁らせてもらおう。これ多分この状態だと開かないよね。開けられる？やっぱ開かんねえ。止めないとダメだ、巨人を。この巨人は一体何なんだろうな。止まれ。これ止めて、今のうちに盗む。いただきます。氷屋の騎士剣、なんか良さそう。あれ、円卓暗、なにこれ。え、ちょっと待って、あ、待って、なんか来た。え、なにこいつ。いって、は、意味わからん。ちょっと、いや、いって、なんだこいつ、マジで。巨
超人無理やり削る。ちょ、一回回復しとこう。あれ聖杯瓶少な。あれか、半分になってんのか。これちょっとまずいな。いて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 、いや、もういける。ゴリボス、よし。なんだ、妨害の炎者、マジ意味わからん。いや、びっくりした。110キロとかすっげえ少ねえんだけど。え、戻った。なんだ、何が起こったんだ。張り付く手首。え、ちょっとみんなに話してみよう。転送も何もあれだな。みんなには分かんなかったのか。無事で何よりです。そうだな、よかった。ちょっと武器をね鍛えたかった。胆石をそこそこ手に入れたんで。なんだこれ、何を許すんだ。まあ強化だな。とりあえずグレソをプラ6で、胆石さんがまあ3つしかないんだよな。3つしかないんだけど、まあやっぱり普通にグレソを鍛えていこう。胆石を3が欲しいのか今のところ。でちょっと見てみよう。カーリアの騎士剣、あれなんだ、さっき手に入れたのカーリアの騎士剣だっけ。カーリアの騎士剣か。あ、魔力がついてんのか。じゃあちょっと微妙だな、俺には扱いこなせないとなると。これ使いたいんだよね、剣つなぎの体験。まあ、筋力40必要だけど、まあ、だから筋力を鍛えていくのも一つの目標と、一つ黄金のハルバード、これあれでしょう、多分使うのは、これなんだ、何で変えた、装飾の胆石で鍛えられるんで、進行がちょっと入ってるけど、まあ基本は筋力型と考えていいかな。ちょっと使いたいは使いたい。これ上げてこう。胆石2で、胆石3がないのか。まあ、とりあえずプラ2っていうような感じで、またちょっとリエニエ探索していきたいと思います。じゃあ、とりあえず今回はここで終了します。お疲れ様でした。